か。はい、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。フェニックスのいのぶしです。鈴木です。佐久保です。今日もインスタライブ始めます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、何が乗ってる。いやいや今日はフリートーク。フリートーク、はい、やけど、はい、10月に名古屋店を、はい、あ、はい、オープンするんで、そんな話でもしようかなと思って、佐久保今日は。あ、なるほど。呼んでみました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。呼んでいただいて、呼んでいただいて、ありがとうございます。ちょっと音チェック。はい、音チェックですね。はい、はい、和夫さん音チェック中です。あららって歌ってます。この間にフルルってやってたやって、タクもだけやな、ちゃんとちゃんともちゃんとやってるよ。ちゃんとやって、ちゃんと雨も持ってきて、はい、あ、今日はちゃうな。はい、まさきや、はや、なんか違うな。はいはい、はい、全然違います。全然違います。告知は特にまだしてないんですけど、はい、新店オープンにつき人を募集してますっていうのを出したんで、はい、1ヶ月ぐらい前に、はい、質問もあったり、ちょこちょこ噂に聞かれてる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、10月1日オープン予定で、名古屋に店舗を出すことにしました。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。で、タクボが、はい、はい、行く、行くということですね。タクボファンの皆さん、すいません。大阪からタクボは撤退します。いないです、タクボファンが。あんまり。心境的にはどう。あの、楽しみが、楽しみとドキドキと、と、はい、はい、ちょっと不安と、おー、はい、あります。はい、はい、私自身のあれです。私自身の問題です。そうですね、はい、頑張って。あの、ここはどこまで話していいかわかんないですけど、はい、どう、あの、普通にですか。何も隠すことはございません。なんか、なんていうか、名前というか。あ、名前ね、ちょっと、はい、もう作中って言ったらあれなんですけど、はい、あの、変えようと思って。そうなんですね。あ、あの、はい、アウェイクスとしては出されるということですね。あ、アウェイクスではないです。はい、はい、はい、ちょっとやっぱりアウェイクスのクオリティをキープするのは、はい、ちょっと至難の技なので、はい、はい、ちょっともうちょっと簡易化して、簡易化して別名で、はい、はいはい、ただやっぱりあの、体を整えるというコンディショニングは引き続き行いますので、はい、はい、頑張らないとダメですね。はい、頑張らないといけないです。はい、で、どんな、本当に私たち大阪でしか店を開けたことがないので、うん、もう私の3店舗というか3つ会社、うん、店舗は何個か開けたことあるんですけど、名古屋という、名古屋はね、はい、はい、愛知県出身の佐久保さん、はい、どうですか。いや、それが名古屋だけは縁もゆかりもないんですよ。おー、逆に、あの、逆に、あ、そうなんですか。トレーナーもほぼ知らない。そうですよね。そうです、ほぼ知らないんですよね。だから名古屋のトレーナーの方たちとの交流がないので、そうですね、ちょっと未知なんですよね、うん、はい、で、なんか前の職場、例えば福岡で一緒だった人が名古屋にいるとか、はい、で、トレーナー活動してるっていうので、この前ちょっといろいろ聞いてきたんですけど、いるんですね、はい、そういう感じぐらいで、はい、あの、いう感じです。ただコンディショニングというのはかなり未知ですね。あ、はい、筋トレとかそっちが多いですか。筋トレ、そうですね、筋トレとかボクサーサイズとかも結構、うん、やったり、はい、いう感じじゃないですかね。そう、はい、なんか私も毎週名古屋行かしまってたんですけど、はい、あんまりコンディショニングということを聞いたことがない、うん、はい、まあ、ずっと2年半ぐらいですかね、行かせてもらって、コンディショニングジムって他にないんですかとか、はい、あ、はい、来てくれませんかを言われ続け2年半っていう感じだったんで、はい、まあ、どういう感じなんかなっていうのが一番、はい、そうですね、はい、どうなんですかね、名古屋のトレーニング事情。事情は多分、個人でやってる人たちはもちろん、はい、あの、そういうコンディショニングの方たちがいらっしゃるとは思いますね、はいはい、ただ大きい、大きいで僕らぐらいの規模で言ったらそこまでそんなにないかなと。そうですよね、なんか、はい、今度のジムも、結構広いんですよ、はい、今のアウェイクスの5階プラスもうちょっとぐらいあるかなっていう、うん、2階と3階で、あ、結構いいね、結構広いです。で、音
出せるんですよ、次は。おお、じゃあ、はい、でかい。やりたかったことが。やれるんです。やれるっていう。なので、タイヤを持っていきます。はい、なるほど、はい、なんかやりたかったことっていうのがなんか僕たち動ける体っていうので、はい、コンディショニングをした後に思いっきりボールを、はい、投げたり叩きつけたりハンマーでタイヤを、はい、叩きつけるとか、はい、タイヤを180キロ何キロですか、140キロなんちゃうかな、タイヤをこう持ち上げたりとか、はい、そういう、はいはい、いずれあのそういう動く方に持ってきたかった、はい、この今のところがその音の問題で、どこのジムもそうやと思うんですけど、はい、音の問題結構あるんですよね。そうなんです、まあ、結構気使った。じゃあいい感じですね、はい、次はね1階が駐車場で、はい、あとはもう店舗とかなんで、はい、はい、あのしっかりフリップできます、はい、できるようにしてください。頑張ります。フリップで1回ぎっくり腰になったで、はい、タイヤにまつわるエトセトラがあるよ。タイヤ、そう、タイヤ、もう一個のタイヤはこれちょっと話せないぐらいだと思うんで。いや、そんなことが、はい、あのね、怪我は気をつけて。わかりました。はい、あのでもぎっくり腰になったその理由は足首が硬いっていうそのコンディショニングにつながってくるんで、はい、あの足首そうなんですよね。そう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 、うん、まあ、ファンクショナルな動き近いんですかね。どっちかというと結構動き、そうですね、結構動くんで。はい。なので、準備運動しっかりしないと、準備運動しっかり、はい、マジ怪我するけど、はいはい、自分がな、はい、絶対すると思うんで、ちゃんとします、はい、しそうなんで、はい、ちゃんとします。そう。なんかゆくゆくあの稼いでお金が余裕が出たら、うん、あの運転作りたいんですよ。ああ、運転。夢の運転。はい、ここも運転作りたかったんですよね。そう、本当は、はい、運転でこうやっていくっていう。はい、綱登りとかも、はい、したかったんですけど、次だから2階3階でほんまは吹き抜けやったらしいんですよ。あ、でもやあのちゃんと繋いでるんですけど、はい、もうあの儲けたらこれ抜いて綱登ろうって言ってるんで、頑張ります。夢のある城でございます、はい、へえ、へえ、いいですね、はい、そうなんですよ。めちゃくちゃいいな。運転いいですね。運転、運転と綱、はい、やりたい。できなあかんねんね。運転は多分できます。綱がちょっと心配。私運転できるのかなと。できます。そう、できないですか。なんか身軽に動ける絵が浮かばない。あでも運転はできます。あのたまに公園行った時にやったりする。友達と公園、今公園でちょっと喋ってて、なんか運転やったりしたらちょっとみんなでわえ、何して遊んでるんですか。酔っ払いなんで。ちょっとお酒は入ってる時に。ああ、そういうことね。はい、そうです。そうか、そうか。まあ、そうやと思って。想像力がそこに働いてない。まさに、井上さんがおっしゃった通りです。あ、で考えると、やっぱちょっとアンカーとか打っときたいなと思うんですけど、まあ、ただ、そんな余裕がないので。先ですね、はい。そうですね。はい、稼いで。追加工事で、はい、なんとかやっていきたいと。そう、なんか結構ほんま当初私たちがやりたかったことがちょっとできるかなっていう、はい、まあ、それが強くって結構、まあ、名古屋に開けようかなっていう。あ、なるほど。実はでこの音の問題って多分ジム経営されてる方みんな持ってると思うんですけど、はい、音が出てもいいところなんてないかな、はいはい、だからう、ね、もうこれは勝負しよう、うん、選手には特に暴れ回ってもらいたい。いや、そうですね、はいはい、選手が向こうで行って向こうのそっちのジムでやれたらいいですよね。いいですよね、はい、名古屋近いんでね、はい、1時間あったら、はい、着くんで、はい、新幹線で、新幹線50分で、まあ、その鶴舞駅っていうのが近いんです、はい、JR で行くと、うん、はい、矢場町駅、矢場町、はい、の近くなんで、まあ、境も近いです。境の1個横ですもんね、矢場町は、はい、そうです、はい、境から歩いてみたんですけど、境から歩いたら30分ぐらいは、あれ、そうだったかな、はい、僕も一応やってみたんですよ。境から、境駅から行ってみました、はい、あ、土浦まで行った、あのそこの矢場町のあの順まで、あ、ほんま、はい、30分ぐらいかかる、30分もかからんかった気がする。出る日はあの口が悪かったから、はい、出口 かもしれないですね、はい、どこ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 、三越のところから三越、はい、はい、とことこ歩いて、
あ、私も行きました。行った。あの歩きました。江場町駅から栄まで。30分くらいかかるかな。20分なんかな。10分ちょいかかるかなってぐらい。出たのは20分ちょいやったけど、はい、なんか結局あの、あれ、名古屋の大きい道路の、はい、あ、はい、あの信号、信号、めっちゃ長い。長いですね。一回渡れない。信号長いですね。あの真ん中で止まっちゃったりとか。ダッシュしてもギリぐらいの感じなんで、はい、どうなのかな。はい。なんか意外に時間かかるやん。そうですね。でも場所的にはすごいあれですよね、あの栄とか、はい、めちゃくちゃいいんですよ。いいですよね。で、多分まだ気づいてないと思うんですけど、出て本当徒歩30秒ぐらいのところに実はグラウンドがあって、はい、グラウンドあるんですよ。20メートルぐらい投げれる、はい、だからボール遊びもできる。はい、ちょっと気づいてない。だから僕も見ました、そこ。あ、本当ですか。はい、運転ないけどあそこに運転がある。あ、なのでは、はい、川めっちゃ多かったけど、顔めっちゃ多かった。ちょっと辛いですね。はい、いやいや、まあでもいいですよね。いい、はい、あの環境はすごくいい。いいと思います。はい、まあそんなところで、だからちょっと10月から、9月もいつからちょっと田久保があっち行ってするか分かんないですけど。いや、今までは大阪に店舗があって、大阪に店舗を開ける。パターンだったんで、はい、ギリギリまで仕事してても明日から向こうにずっとかで行けたんですけど、うん、今回ちょっと離れるんで私もどんな感じでやっていけるのか、うん、ちょっと、まあ、そうですね、暗闇の中を探り状態で、はい、はい、感じなんです。でもそういうもし困ってる人が名古屋にいらっしゃって、はい、でその方たちがコンディショニングっていうのを通じてできたら、あのすごくはい、いいですよね。あの大阪に来なきゃできなかったとかっていう、まあ、あのものが向こうでできれば、はいはい、あの一人でも多くの人がね、はい、健康になれれば一番いいかなと、はい、大阪の人だけは困ってるわけじゃないから、ね、はい、はい、そうなんです、はい、だからちょっと、はい、新規開拓を勉強して、はいはい、頑張ります頑張ります。どんどんプレッシャーかけて緊張するんですよ、いい意味で、はい、あの刺激というか、はい、なんか今日は僕東京の時に渋谷の店舗、今日は六本木の店舗みたいな感じで行ったんですけど、緊張します、うん、で、はい、たまにしか来ないっていうか、バラバラで行くとそのメンバーの反応も全然違うし、あ、施設によっても空気が全然違うし、はいはい、あのまあ、そういうのはその循環としてすごくいいかもしれないですね、はい、なので頑張って、はいはい、緊張も連続、あの前の会社でタクボはあの新しい店舗の立ち上げを一緒にしてるんで、はい、じゃあ大丈夫ですね。いや、また話がちょっと違う気がします。どこでポンコツ貝を出すかは私もちょっと把握してるんで、はい、あ、はい、もうあのとんでもないことする、とんでもないこと、いや、もう本当にやらかしてます、この前のジムの時も、はい、おもうあの、はい、なんかわかんないですけど謎の自信持ってるんですよ。謎の自信はあるんですよ。はい、だからこれ本社に送っといてなって言ったら、分かりましたって言って、住所分かる、はい、もちろんですって言った後に保健所の住所に送りつけてるみたいな、はい、給料がちょっと出なくなりそうになるぐらいちょっとあったから、皆さんマジであのめちゃくちゃ重要なタイムカードなんでね、はい、誰がいつ来たかとかっていう重要な書類を保管に送りつけるって、めちゃくちゃここで合ってると思ってました。そんなやつおるんやと。でも確かに自信満々かな。なんかお願いした時いつも大丈夫っすとかって言って、なんかだからこっちも疑う余地もなく、はい、あのあ大丈夫なんや、大丈夫なんやと思ったら、はいはい、確かに確かに、そうなんです、そんな感じありますね、はい、頼もしいけど、いや
だからタクコはすごくあの頼もしいんですけど、はい、頼りにはしてるんですけど1から10まで一応確認しておくという、はい、あの私は鍛えられます。大丈夫か大丈夫かって言ってな、はい、最近も大丈夫かって言って全然大丈夫じゃなかった、はい、全然大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃない、あの大丈夫じゃない、いや、もういっぱいある、いっぱいある、あ、いっぱいあります。そっか、そうか、はい、大丈夫ですって言ってるけど、やりましたって言ってるけど、全然ちゃうかった。でもこんだけそれでも明るいっていう、そう、はい、そうですね、そう、はい、それがタクの、とにかく明るい、とにかく明るい、タクの、いいえ、はい、多分普通の人だったらシューンってなってるのを、いや、してるんです。いや、してるんです。してて、それやったらすごい。してるんです、一応、一応つもりなんですけど、うん、で、ちゃんとそれがシュンとせんでいいねと思います、うん、はい、ちゃんと成長はしてほしいけど、はい、ね、成長はしてほしいけどシュンとせずに成長しちゃったりするからね、うん、はい、だって言わないわけにはいかないから、そうですね、はい、そう、上の立場からすると言わないわけにはいかないし、ちゃんと指導しなきゃいけないし成長してもらわなきゃいけないから必ず言わなきゃいけないんだけど、これでシュンとしてなんか暗い感じになると注意ができなくなるから、うん、もう注意できひんから、あの成長できないですよ、お互い、うん、だからやっぱり言われたら、はい、あ、そうなんだと思って、まあ、反省してやらないように取り組んでくれれば、はい、別にシュンとしてほしいわけじゃない、はいはい、すごいね。すごくない、いいとこやね。いや、ほんまに、ね、本当ですか、ほんまに、はい、僕だったら絶対シュンとするから、はい、いや、してるつもり。2回目、2回目してるつもりで、ちょっとテンション上げなあかんなって思ってるぐらいです、今、はい、あ、上げろ、上げ、はい、もっと上げます、もっともっと、もう、もう、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、そう、素晴らしいですね。だから、こういうキャラクターからはやっぱり進展の時に、あの、ああ腕の問題は置いといて、はい、選ばれるんですよ。選ばれたんですね。選ばれし、選ばれしもですね。すごい、そうなんだ、まさひが選びましたからね。そうですね、そう、代表から年考えて誰と誰やったらいけるかっていうのを考えて、ありがたいです、はい、なんで頑張ります、店長代理、お、まあ、なんだかんだ何でもいろいろ事務作業とかもできますもんね、オールマイティー、はい、やっぱ女性陣そこ強いですね、はい、うん、早いし、うん、行動が、はい、男性陣はやばいけど、はい、僕を含めて、はい、そうですね、あの職人気質な人が多いですね。はい、それはそれであの素晴らしい。はい。はい、なんかまあ受付は苦手ながらも一生懸命やってくださってありがたいという。持ちつ持たれつ。助け合いながら。助け合いながら。はい、助け合いのウェイクス。そうですね。まあなのであれですね。他の人材を。そうですね。はい、名古屋で新卒。新卒。はい。全くお仕事こういうお仕事したことない人とか。もちろんあの経験したことある方も含め募集しております。募集を、はい、オープニングメンバーです。はい、はい、3人ぐらい欲しいですね。はい、ね、そうですね。でも育成は大変、はい、本当に大変だから、はいはい、でもやっぱり一から育成した方が、はい、アウェイクスカラーに染まりやすいので、はい、はい。あの新人育てるのもいいらしい。あ、いや、そんなことないです。え、そんなことないです。どこの情報で。前の会社では新人のたまり場です。あ、そうです。そうなんですね、はい、じゃあ、託しましょう、はいはい、私は不安でいっぱい。大丈夫、自信満々やから、とにかく大丈夫です。開けたら全然大丈夫じゃない。こいつ大丈夫でもそれで行こう。わかりました。はい、でも根拠のない自信全開で行って、井上さんが見たら全然ダメやんけのパターンで、はい、はい、はい、そっからもう一回やりたい。それでも腐らずやる。はい、はい、まあ、ちょっと名古屋の今日は名古屋の話を、はい、はい、またあのちゃんとグランドオープンとか決まったり、決まった、名前が決まったら、はい、はい、告知を、告知をで、それはそれであのインスタもアップしていくんで、はい、あ、はい、別のインスタを上げようと思って、別の名前を、はい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 、90% 決まってますが、もうちょっと待ってください、はい、まあ、こっちは寂しくなりますけど、あの頑張って画像が盛り上げてくれると信じています。はい、わ、はい、かりました。はい、インスタライブだからちょっと曜日を変えるかもしれないし、メンバーを変えるかも。ああ、はい、わかりました。はい、でもそれも火曜日いないから、うん、なるほど、繋いでもいいですけどね。
あ、2画面で。そんなんでもありかなと。はい。こっち一人。え？まあ、そうですね。そういうことになります、ね。そういうことですね。うわ、寂しい。ありました。でもここでは喋ってるか。オンラインで喋ってるだけの、そうだけど、はい、この空間が、ね、ここ一人ですよね、はい、まあいや向こうも一人、そうですね、はい、まあ、あの、そんな感じで、はいはい、アウェイクス発展していきます、はい、ということで、では、はいはい、今日はこれくらいで終わりましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週も火曜日5時35分です、はい、お願いします、はい。